ナまスてこんにちは。私のチャンネルへようこそ。私の名前は、マヨです。ナまスてメイレチャンネルね、アップカバホトバホット座がてへメラナマヨヘ。あ、イえ、メラ、シェアハウスへん、ゴルピーチェ口くっゃがいへん、こいなひ、ラヘタへん、こいなひ、あたへとアジアハペッバエチから、ビデオバナネにリフはい、えっと、ここ、シェアハウスの裏には、 誰も住んでないし誰も来ないので、今日はここに座って動画を作りたいと思います。本日の動画はいつもとちょっと違います。アーチカビデオトーラーサアラケノーマルビデオセ。まずは日本語で話をした後にネヒンディーか英語でリピートします。ベヘレジャパニーズメンバーにギョルスケバードヒンディーやイングリッシュメフィルセ。 リピートからに、あの、日本語のリスニングの勉強にもなればいいかなと思っています。今日はからね、アップロジャパニーズリスニング、プラクティスからはい、ということで、本日は、日本の方言について話したいと思います。a 日本に方言ってあるのとか、 言語っていくつあるのっていう質問をたまに受けます。カビカビ、くつクエスチョンザーテヘン、キジャパンメン、キッネダイアレクツヘン、キッネパーャエンヘン、ハン、とアーチ、ウスカ、ウッタル、ジャワープ、デネワリフン。日本に方言はいくつあるのか知りません。<laughs> すいません。知りません。調べてもないんですけどね。まあでも日本に47都道府県あるので、まあ、それぐらいあるんだと思います。 パターナヒ、エクザクトキッネーダイアレクトヘ、ジャパンメン。レキンジャパンメン47プレフェクチャーズヘ、ドラグパク47ダイアレクトビーホンゲ、パターナイムチェ、エクザクトナンバルパターナヒヘ。うん。だけど、え言語は一つ、日本語。え方言はいろいろあります。ドーバーシャとエイクヘ、エイクヒヘ、ジャパニーズパーシャ。レッキンクチュダイアレクトヘ。そして方言がどれくらい違うのかというとですね、まあ <laughs> あんま変わんないんですね。<several 笑> はい。えー、日本の方言は、あの、その方言を分からない人が聞いても、まあ、意味は大体伝わります。ダイアレクトキってね、あらげ。はあ、バタナムシュケルレケン、いっな、はあらげなひんノーマルジャパニーズで、ダイアレクトイっナファラクナヒんへ。イスリエ、アラグダイアレクトケローク、エクトスレコマまラブダイアレクトボーレンゲフルビーサマジト作庭編。 えー、そもそも日本の学校教育では、全員、標準語。まあ、つまり東京の言葉ですね。東京の日本語みたいなもんですよ。はい。標準語を勉強するので、みんな、標準語の日本語を理解できますし、まあ、話せます。Japan men, education men, ま o school men. 標準語。standard Japanese, マルキ,キーザーティヘ。 <music> だから日本人の間でコミュニケーションの問題っていうのはまずないんですね。えイスリージャパンメン、ジャパニーズロゴン系ビーチメン、恋ビーコミュニケーションディフィカルティなへもしあるとすれば、まあ沖縄とか東北とかのおじいちゃんおばあちゃんの方言はもしかしたらめちゃくちゃ えー、難しいかもしれないでもまあ彼も標準語は大体喋れるからまあ問題ないですね上がるコミュニケーションディフィカルティーズへと沖縄系ブルヘログや東北系ログトラダイレクトバホディストロングへイスリエスタイアドメサマジナインパウンギウィキンベログビスタンダードジャパニーズポール作庭へイスリエディフィクルティーナインへ、はい、まあこれが 日本人が英語話せない理由の一つでもあると思います。まあ日本の中で、えー、っと、日本語が標準語なんでね、えー、インドだと、あの、ヒンディー語は、まあインド全土では使われていないので、もちろん、えー、ヒンディー語を話す人とタミル語を話す人ではね、えー、コミュニケーションの問題が生じて、まあ結局英語を使うのが便利ということになると思いますが、日本ではそういった、えー、まあ共通語的な英語、 はないので、まあ、英語を勉強する必要性もないと考える人がまあいるんですね。 बहुत लोग नहीं बोल सकते हैं इंग्लिश लेकिन इसका एक कारण ये हो सकता है कि सब जापानीज लोग जापानीज भाषा समझते हैं और जापानीज से कम्युनिकेट करते हैं जैसे कि भारत में एक भाषा लोकल भाषा इंडिया में नहीं बोली जाती है है ना हिंदी सब शा, शायद सबसे में मुख्य हिंदी इंडिया लोकल लैंग्वेज होगी लेकिन वो भी दक्षिण भारत में तो इस्तेमाल नहीं की जाती है इसलिए कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज と、ジェセキ、ヒンディー、ボルネワレ、オルタミル、ボルネワレ、ーテカルシャインッシュ、テマルルテホゲ、ハインディアメ、エクルスレサマジュネゲリエ、エルッシュ、ルラッビーホティヘ、キンジャパンメ、イエナヘイエエクカラホサクタヘ、キ、ョン、ジャパニーズ、ログ、ンリッシュ、ルーンッシュ、ナンボルサクヘン。ということで、まとめると、日本には言葉は一つしかないです。日本語、標準語。 そして、えー、方言はたくさんあるけれども、えー、そんなに強くない。そんなに違わないので、えー、お互い理解するのには困らない。というのが答えになります。In short, there is only one language, Japanese language, and many dialects, which are not so different from standard Japanese language, so everyone can understand most of the dialects.、So、はい。そして、えー、私は福岡出身です。なので、 福岡弁とは言わないんですけど、博多弁というのを話すことができます。Well, I was born in 福岡。I'm from the 福岡 prefecture.So I can speak 博多 dialect, which is spoken in the 福岡 area.We don't say 福岡弁 .We say 博多弁博多 k is like the capital of the 福岡 p r e f e c t u r e 博多弁はですね、語尾に、県とか、バイとか、タイっていうのは つけます例えばお腹すいたからごはんを食べるではなくてお腹すいたけんごはん食べるって言いますね。In Hakata dialect, we put by, t i and、uh, k e n at the end of the sentence. For example, お腹すいたからごはんを食べる。Because I'm hungry, I'm going to eat food. Instead of saying that, we say お腹すいたけんごはんを食べる。yes t h e meaning is same, but instead of using から we say けん Yeah. でも、博多弁は語尾が変化するタイプなので、敬語を使ってると博多弁は出ません。Yes. So, 博多 dialect usually changes the end of the sentences.If you are using polite forms of Japanese language, the 博多弁博多 dialect doesn't come up. だから、 あまり仕事をしていると博多弁は出ないので楽ですね。Speak だけど、例えば関西弁は語尾だけではなくて、イントネーションが違うので、えっと、そういう人たちは標準語を話すのが難しいと思います。However, 関西 dialect,、uh, dialect is not only about the end of the sentences, but also the intonations. So if you are a 関西 dialect speaker, it might be difficult to speak standard Japanese language. 仕事で関西弁話しても別に問題にはならないんですよ。あ、なんか関西の人だなって思われるだけであのすごく If you are Kansai pen Kansai dialect speaker and then speaking politely, still people can find out that you are speaking Kansai pen kan, so which means you are from Kansai area, which is not bad thing. It's actually good thing I think. I like Kansai people, so I think it's a good thing. Ah, <laughs> 関西出身なので関西弁もちゃんと話せますちなみに方言はかわいい女の子が話すとかわいいと思われることもよくあります例えば私は博多出身博多弁、oh, ちなみに、えー、と方言によって女の子が方言を話すとかわいいとよく 言われることがあります。例えば、私は、博多弁を話すことができるんですけど、博多弁はなぜかね、よく可愛いって言われます。Sometimes, if a girl speaks,、uh, well, d i a l e c t then it might be considered cute. For example, I can speak Hakata dialect and people often say that speaking Hakata dialect is cute So, if I'm trying to get some guy, I can speak in Hakata dialect.、Hmm. <laughs> anyway,、uh, でも、関西弁は可愛いと思われることもあるし、なんか雑とか思われることもありますね。However, for example, 関西 dialect, it can be considered either cute or rough, which isn't good thing. So, <laughs> it depends. But d i a l e c t can bring certain はい、という感じなんですけどもし日本で勉強したいなら方言もちょっと考えた方がいいかもしれません、えー、例えばね、えー、大阪に留学すると学校の授業は日本語の授業はね、全部標準語スタンダードジャパニーズで、えー、行われますけれども他の、えー、街の人が喋っているのは関西弁かもしれません そうすると、まあ、ビギナーだったらもしかしたら混乱するかもしれませんが、まあ逆にあの標準語勉強しながらも方言も学べるので面白いかもしれません。So if you are thinking about learning Japanese language in Japan, you might want to consider where to study, which means which dialects are spoken in that area. For example, if you study in Osaka area, the School, like the classes will be in go standard Japanese, so you won't have any trouble uh, in the class. But if you go out of the class and go shopping and then the people in Osaka might well will definitely <laughs> speak Kansai dialect. So you might get confused, but you can also learn uh, standard Japanese and Kansai dialect, which is cool. はい、ということで、えー、今日はこんな感じで、えー、っと方言について適当に話してみました。いかがでしたでしょうか はい、ということでもしこのスタイルが面白いなと思ったらコメントで教えてください。もしこのスタ e ルが面白いなと思ったらコメントで教えてください。もしこのスタイルが面白いなと思ったらコメントで教えてください。もしこのスタイルが面白いなと思ったらコメントで教えてください。もしトラ、スタイルが面白いなと思ったらコメントで教えてください。もしこのスタイルを教えてください。 एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आज का वीडियो और इस वीडियो जैसा वो टॉकिंग टाइप लिसनिंग प्रैक्टिस वीडियो अच्छा लगा कि नहीं ठीक है तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे मतने बाय बाय